聖隋優也は、広島県広島市南区出身のプロ野球選手。宇と右内、ち。広島東洋カープ所属。母方の祖父にあたる三原拓造も元プロ野球選手で、現役時代には広島カープに所属していた。聖隋は、日本国内における珍しい名字の一つで、出身地の広島県内でおよそ10世帯にしか見られないとされる。また、が、であるため、 登録上は、清水、夕夜という表記を用いている。大阪府で出生した後に、幼稚園を卒園するまで府内で生活。当時はサッカーに興じていたという。ジップの仕事の関係で、小学校へ入学する直前に、広島東洋カープの本拠地である、松田スタジアムから徒歩県内の地域へ転居。広島市立七山小学校一年時から、軟式野球を始めると、 広島市立段原中学校への進学後は、シニアリーグの広島小井城シニアで、投資圏外野手として活躍した。中学3年時の途中までは、地元高校球界の強豪校である、広陵高等学校への進学を志していた。しかし、3年時の夏に感染した、広陵高校公式野球部創立100周年、記念試合で、広陵が山足達也、藤波慎太郎、 沢田圭介、森友成な,などを要する大阪桐蔭に大敗。この試合をきっかけに、卒業後の進路を、出生地の大阪府内にある大阪桐蔭高校へ変更した。ちなみに、同校では、小井町シニアの7学年先輩にあたる中田翔が、北海道日本ハムファイターズへ入団するまで、公式野球部の4番打者として、名を馳せていた。大阪桐蔭高校では、 公式野球部への入部後に野手へ専念すると3年時夏の第96回全国高等学校野球選手権大会に4番一塁手、として出場。勝木和也らと共にチームの優勝に貢献した。野球部での2学年先輩に藤波慎太郎と沢田啓介1学年先輩に森友成と中村和樹、1学年後輩に 青柳スバルジュや福田光つてる2学年後輩に高山祐希がいる。高校からの卒業後に後術する経緯でアジア大学へ進学。東都大学野球のリーグ戦では1年時の春季から出場すると3年時の秋期に外野手としてベストナインに選ばれた。在学中には通算87試合の出場で打率269本塁打。 34打点、10盗塁をマーク。野球部での同期生に、トングー・ヒロシシや中村・俊也がいる。2018年の NPB ドラフト会議で、広島から6巡目で指名。契約金4000万円、年俸700万円という条件で、祖父の三原に続いて、同球団の選手になった。背番号は十九。この会議では、アジア大学で、チームメイトのトング 中村に加えて、出身の大阪東院高校公式野球部から4人の選手型球団から指名。ただし、同部出身の選手が広島へ入団した事例は、OB を含めても、勢随が初めてである。2019年には、ウエスタンリーグ公式戦で、チーム2位の105試合へ出場し、リーグの規定打席へ到達。6本塁打を記録したが、打率は、 規定打席到達者で最も低い。208で一軍への昇格は見送られた。2020年には春季キャンプ前の1月に中田との合同自主トレーニングへ参加し、春季キャンプからオープン戦の途中まで一軍に帯同。レギュラーシーズンの開幕一軍入りには至らなかったものの、ウエスタンリーグの公式戦では打率ランキングで1時10分以内に名を連ねていた。 9月8日に地元の松田スタジアムで催された対東京をヤクルトスワローズ戦6回裏に大打で1軍公式戦にデビュー。9月18日に明治神宮野球場で開かれた同カード7回表に1軍公式戦での初本塁打を大打ソロ本塁打で記録した。2021年は開幕1軍を逃したがウエスタンリーグでは26試合に出場し4本塁打。 18打点。リーグ2位となる打率。313の成績を残し、5月4日に1軍へ昇格した。5月17日に、球団は、清水、優也、菊池良介、小園海斗の3選手が、新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表した。無症状で体調に異常はなく、自宅待機となっている。5月18日に、 感染拡大防止特例2021に基づき抹消された。大阪桐蔭高校、アジア大学で打線の主軸を務めた右打ちの長距離打者。目標の選手は荒井孝弘で、清水とは広島県の出身、東都大学リーグ加盟校からのドラフト6位指名を経て、広島へ入団、右の長距離砲といった共通点がある。本人も、 広島球団との間で仮契約を結んだ際にとにかく練習をする風景をテレビでよく見ていた。自分も練習するのが取り柄の一つ。見習って力がない分練習して這い上がっていけるようにしたいと語っている。大学の先輩でもある広島のスカウトの松本雄二からは最近右打ちの長距離打者がなかなかいない。荒井さんが辞められたので 穴を埋められるような右打者になってもらいたいとの期待をかけられている。もっとも、本人が広島への入団後に10回したところによれば、高校時代は、良い意味で、4番目の打者という感じで、いわゆる、4番打者らしい成績を残していなかったという。聖、髄という名字のルーツは定かでないが、一説には、吉祥を意味する、小髄という言葉が原型とされている。本人は、 広島球団との間で仮契約を結んだ際に名字を読んでもらえないので覚えてもらえるように活躍したいとの抱負を述べている。大阪桐院高校からアジア大学へ進学したきっかけは高校への入学当初から NPB 入りを目指していながら高校から直接入ることの厳しさを3年時に悟ったことにある。夏の選手権大会で優勝したことを受けて 卒業後の新藤監督の西谷孝一へ相談した際には、東都大学野球リーグへ行きたいと自信たっぷりに発言した。せいずい曰く、本当は東都大学リーグのことをほとんど知らないまま、何の根拠もなく発言したとのことだが、結局は西谷の勧めで、同リーグ加盟校のアジア大学に進んだ。祖父の三原とは、 軟式野球のチーム練習が週末に限られていた小中学校時代の平日にマンツーマンでよく練習していた。せい曰くお互いに気が短いのでよく反発していたが野球の師匠とも言える存在とのことでとにかく遠くに飛ばせと言われ続けたという。三原も80歳だった2018年秋の NPB ドラフト会議でせいずが広島から指名された後に 活躍するまで死ねんという言葉で、せいを激励。さらに、直筆の手紙を広島球団に送ったほか、新入団選手発表の記者会見に同席した。ちなみに、三原も広島選手時代の1958年に、せいと同じく一軍公式戦での初安打を大打でマーク。一軍公式戦での安打は、この一本のみで本塁打を放つことなく、 翌1959年限りで現役を引退している。ありがとうございます。